がなかなか自分たちのペースで試合を運ぶことができなくて、まあ、その中でこう2失点してしまって負けてしまったのですごく、はい、悔しいと思っています。押し込んだ時のこう最後のクオリティだったりこう相手を崩す部分というのはまだまだ足りないかなと思いました。今日は負けてしまいましたが、次の試合1週間しっかり自分たちでトレーニングして、もう一度積み重ねて、戦っていきたいと思いますので、また応援よろしくお願いします。絶対勝ちたい一戦だったんですけど、まあ、相手の、まあ、流れのまま試合が進んで、まあ、自分たちのペースに持っていけずに、まあ、試合を終えてしまったという感想です。自分が抜けてから初めて対戦したんですけど、まあ、少し懐かしさもあり、まあ、相手のメンバーも全然違う中で、まあ、試合してみて、まあ、環境などもあって、まあ、なかなかやりづらい相手だなというふうに感じました。負けられない試合がこれからずっと続きます。皆さんの力が必要です。応援ぜひよろしくお願いします。